2015年8月日経新聞が掲載した有機 EL 業界を揺るがす重大ニュース。それはソニーとパナソニック、日本を代表する2社が有機 EL パネルの新しい生産方式を採用したという内容でした。その記事によると、従来の蒸着方式では真空状態を保つ必要がある上、材料ロスが多くコスト高になるのに対し、新しい今回の印刷方式では有機パネルの材料を大気中で、しかもプリンターのように塗布することができるため、コストが劇的に安くなるというものです。このように今、エレクトロニクスデバイスの分野で大量生産や効率化をもたらす開発環境の進歩が起きています。今回のカウテレビ密着ドキュメントでは、業界のトップランナーたちも注目するという最先端の開発環境に迫ります。有機 EL やリチウム電池、太陽電池などエレクトロニクスデバイスの開発において障害となるのが、水や酸素、二酸化炭素など大気中に存在する物質です。これまでの開発環境では、大気をシャットアウトするためにグローブボックスに窒素などの不活性ガスを充満させていました。しかし、この方法の大きなデメリットとして、コストが高く大量生産や大型化に向かないというものがありました。それに対して、不活性ガスを充填するのではなく、空気中から水や二酸化炭素などの障害となる物質だけを取り除くのが、今回取材した特殊なドライルームです。そのドライルームを開発したのがこちら、福岡県古賀市にある西部技研 DR エンジニアリング。同社は特殊空調設備のメーカーとして、空気中から水や酸素、二酸化炭素などさまざまな物質を選択的に取り除く技術を持っている、いわば空気コントロールのスペシャリスト企業です。まずこちらが弊社の標準タイプのローターになるんですけれども、ここをよく見ていただけると、小さな穴が開いておりまして、これがハニカムというものなんですけれども、このハニカムの中に、水分を吸着させる吸着物質が入っております。その中を、風が通過することによってですね、水分吸着して除湿されるという原理になっています。この中に使われている吸着物質、こちらを変えることによってさまざまな物質を吸着することが可能です。こうしたデシカント方式のドライルームの特徴は大きく2つあるといいます。従来のグローブボックスでは、作業をする人は目はガラス越し、そして手はグローブ越しに操作をしていたため、視界が狭く取り回しもしにくいのが課題でした。それに対して、デシカント方式のドライルームでは、部屋全体の空気から水や二酸化炭素を取り除くため、作業する人は広いスペースを自由に使うことができます。今までの研究者の皆さんは、グローブボックスのグローブがある状態でじゃないとですね、なかなかできなかった。それを我々のデシカント型のドライルーム、またドライボックスは、そのまま掴めたり、物を動かしたり、そこで器具を動かしたり、測定器を動かしたりっていうのが、ボックスの中でもできるし、このドライルームでできますし。また、不活性ガスを充填するグローブボックスでは、真空状態を作り出す必要があるため、副体を金属製の重厚なものにする必要がありました。一方で、デシカントドライルームであれば一般的な建材を使うので、比較的安価に環境を作ることができます。安く作れる、これが一番ですね。拡張性が持たせやすいという意味で、安いコストで大きさを変えていくということが、この建材を使っている、メリットになります。さらに、ランニングコストについても、不活性ガスを充填する費用がかからなくなるため、この部分のコストも大幅に抑えられます。こうした真空状態の環境からドライ環境への変化は、最先端の研究分野へも広がろうとしています。こちらは九州大学の足立研究室。足立教授は2012年にレアメタルを使わずに、流した電気の 100% を光に変換できる新しい有機 EL 素材の開発に成功するなど、有機 EL の分野で世界のトップを走っている研究者の一人です。その足立教授も、近い将来、蒸着方式から印刷方式への移行が必要になると語っていました。今、有機 EL の、一つの、問題点としては、やっぱコストが高いっていうことなんですね。もう非常に厳密な真空装置の中で爆発をきちんと制御して、でかつ
水酸素に触れないで浮死しちゃうっていうことをやってるんですね。そうするとなかなかぶどまりが、上がらないっていうこととか、あと、まあ、有機物ならではのいろんなノウハウがやっぱり必要となってくるんですね。将来僕らが目指しているディスプレイってやっぱりこういうフィルムなんですね、まあ、つまり壁紙が、照明になっちゃうとか、あと実はもう壁紙がテレビになっちゃうっていうような世界が多分来るんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それを本当に実現するためにはやっぱり真空中ででっかいG8 とかなんとかっていうでかい基板を流してるんではなかなかコストが下がっていかないだろうということで、印刷、インクジェット、そういうプロセスで作っていって、かつ材料そのものはやっぱり水に対して、水とか酸素に対して強いという性質を持ったものを作っていこうということを考えているんですね。水とか酸素の濃度をきちんとやっぱ制御するのはすごく大事で、まあ、通常僕ら 1ppm 以下 の環境を必要としてて、まあ、非常にストリクトなグローボックスを使っているんですけど、まあ、これからそういう、印刷とかインクジェットをやろうとすると、酸素の濃度か水の濃度ですね、それぞれをコントロールしていくってことがやっぱり必要になってくると思います。こうした一連の技術が研究の世界のみならず産業界においてもどのようなインパクトをもたらしていくのか、カウテレビジョンでは今後も引き続き取材を続けていきます。